ぜひぜひ。ありがとうございます。ぜひぜひぜひ。やった、嬉しい。逆に舞台はまだやられてる期間ですか？あ、29、30から30、はい、あ、じゃあいいですね。はい、ありがとうございます。じゃあ次の週まで。はい、だいたい今さっきと同じぐらい。はい、お願いします。ハイタイチャーガンジュカールスケオです。時刻は午後6時を前に。チャーガンジュって分かった？意味通じて、イントネーションあったんですか？あって、チャーガンジュ、チャーガンジュ、元気ですか？はい、よかった。毎回調べてますネットで。時刻は午後6時を回りました。はい、今夜もコーストラインをお届けします。一緒におしゃべりする仲間を紹介したいと思います。まずは、好きな食べ物はソーキそば、ビクトリアさんです。はい、大浅見ビクトリアです。よろしくお願いします。この間でも札幌一番食べてみました。いややっぱこれが美味しいんですよなんて。塩が、懐かしい。塩ですよ札幌一番は。いや、そばラブ、そばラブです。そばラブ、はい。好きなそば屋さんとかありますか？ビクトリアさんが毎回行っちゃうみたいな。毎回もう本当にいろんなところを試しながら行くんですけど、はい、札幌一番ですね。塩味、塩味です。これね、札幌、札幌、いろんなとこ行くっていう人は大体札幌一番食べてますね、これね。そうなんですか。いや、美味しいところいっぱいありますけど、名護市の中村そばだとか、アーサが乗ってて とっても美味しいんですけど、あの、はい、結構早期がこう、はい、なんていうんですか、まあ、ちょっと油分が多いそばか、はい、さっぱりしたこう澄んだかつおだしのそばか、二分大きく分けるとなんか2つあるじゃないですか。そうですね。どちらがお好みなんですか？メインはさっぱり派を食べるんですけど、はい、たまにちょっと肉々しいのが食べたいなっていう時は、うん、ソーキそばを食べに行きますね。あ、そうなんだ、やっぱ使い分けてるんだ。はい、ありがとうございます。はい、じゃ続いてこの方です。チャリューさん。はいや、カリウシ、チャリウなんかバージョン新しいです。はい、はい、や、カリウシ、カリウシ、どういう意味なんですか？カリウシはあれですよね、グッドラックとか。うーん、グッドラック、うーん、終わる時に言いますよね、グッドラックって。うん、うん、人とお別れする時とか。はいはい、あ、はいはい、カリウシはなんか借りつけるとかいう言葉がありますよね。はい、うんうんうん、それの変化形ですね。うーん、カリウシ、あのカリウシウェアもこれからですよね。うん、なるほど。はい、僕はこれ語源をちょっと聞かれたんですよ、はい、ある方に。カリウシって何って言ったら知らなくて、うん、もともと軽い石から来てるみたい。え、軽石、あ、軽石、軽石、軽石って分かります？分かりますよ。軽い石ですよね。はい、海に、水に浮く、うん、で海に浮くとこの軽石があって、うん、投げると海に浮く
で船出するときにその船が行ってるときにそれを先に投げるみたいです。安全祈願だ、はい、あだからグッドラック、グッドラック、あそっからカリウシっていう当て字でこう出てきたっていう説がそれじゃないかみたいな、面白い話です、ね、すごいチャーリー先生、またチャーリーさんの嘘始まったわと思って最初聞いたんですけど本当だったんですね。本当これは本当、失礼しました、さっきのあまあはい、うん、これは本当です、はい、というわけで、この番組は全国52局ネットで皆さんにお届けしております。番組の方へぜひメッセージを寄せください。毎月1回だいたい申し訳ないですけど私の都合で申し訳ないんですが生放送やっております。次回の生放送これいつでしたっけ、これ4月の中旬ぐらい、すげえぼんやりしてるな、多分まあ15日か22日かその辺に生放送になります。また番組の方にメッセージをお寄せください。お寄せいただいたメッセージ、今夜聞いていただいてメッセージをお寄せいただいたそれは生放送時に読ませていただいたりしますのでぜひ送っていただきたいと思います。 fm79@fm-nirai.jp fm79@fm-nirai.jp ツイッターはハッシュタグコーストラインでお願いします。 fm にらい検索していただきますと携帯アプリでも聞いていただけますのでそちらも重ねてよろしくお願いいたします。はい、じゃあ行きますか。今月は桜キャンペーンということでしつこく何回もかけていきたいと思います。お聞きください。川口京子、桜。もしかしたらだと思います。イヤリング外れちゃったんですか。あ、ちょっとだけ、はい、すいません。いやいやノンさん、ノンさん咲くの、あ、これ、あ、そうなんだ、綺麗、ノンさんが、よいしょ、川口京子で桜をお聞きいただきました。そういえば今月って俺なんかテレビ収録入ってたけどそれ言えないんだっけ。まだですね。あ、まだ言えないんだ。テレビはあれですけど映画があるじゃないですか。あ、映画ね。あ、シング、あのララララランド、ララララランドララララランドで仮面を出演したってやつでしょ。もっと子供に夢を与える。どうもなんか急に歌い出すあれがもう慣れないですよね、ラララランド ね、 あね、でもあの俳優さん好きですよ僕、ララランド あの女性ですか。違います、え、男性の。あ、そうなんです。すごいセクシー系じゃないですか。あれモテでしょ彼は。知らない、女にしか興味ないんですねチャールズは本当に。そう、なんちゅうんですかね、え視界に入らない。そうなの。はい、女性と動物しか視界に入らないです。そんなそんなそうなんだ、はい、どんなライアン・ゴズリング、うん、そう、うん、ライアン・ゴズリング、ライアン・ゴズリング、うん、うん、なんかいい男ですよね。どうですか、かっこいいと思いますね。かっこいいですよね彼ね。見つめられたらもう多分恋に落ちてしまう。ノックアウトですね。ノックアウトかみたいな。意外となんかノックアウトするの早そうな今感じのノックアウトですね。すげえ嬉しそうでしたね。いや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 。ビクトリアさん最近浮いた話ないんですか。浮いた話？はい。なんかそういうなんかこう、まあ、ノックアウトまでいかないまでも、はい、なんかこう TKO されそうになったみたいな。見つめられたみたいな。どうです、なんか、はい、ここのコーヒーショップジバゴコーヒーっていう。すごいこう西海岸な感じのコーヒーショップがあるんですけど、はいはい、おしゃれなとこだ、あの海沿いの。そうですね、はいはい、わかります。たまたま一人でコーヒー買いに行って、で、はい、一人の時ってこう店員さんとどう話したらいいかわかんないじゃないですか、うん、なんかちょっと、え、でもそれ別に注文以外に何を話すんですか。注文はするんですけど、はい、
たまたまそのお兄さん、あ、お兄さんってか、もうショップの方が、はい、お姉さんできましたよってこうなんかお姉さんって呼ばれたのが、お姉さんってお姉さんって呼ばれるの、呼ばれビクトリアさんをたんですよ。お姉さん、なかなかこう店員さんにそういう店員さんそういう会話をしたことがなくて、うん、プラス笑顔がすごく素敵だったんでちょっとはーってありましたね。よっぽど普段悲しい生活を送ってらっしゃるんじゃないですかビクトリアさん。それで本当にいいです、ジバーゴコーヒーショップ本当に好きですよね。あ、好きです。いやいや好き、あのなんか雰囲気がすごくかっこいいですよね。すごいかっこいいです。今時のねドライフラワーとかもあったりとか、あ、あの店内がさ、はい、あのなんか最近流行りのこうなんか工業系のアイデアね、はい、インテリアになって、ノーペインティングでね、うん、そうジバゴコーヒーでビクトリアさん、ね、ちょっと迷ってた時にもどんな気分なんですかって言われたので、ちょっと甘いのが飲みたい気分ですって言ったら、あ、じゃあモカがいいですねとか。それは俺も言えるな、モカぐらいだそうなんだそうなんだ、すごいこうなんか心を奪われそうになった接客をされました。すごいですねジバゴコーヒー。じゃあもう女性の方は絶対行った方がいいですね。いいですね、もう良きですね、良き良き。本当ですか、はい、ほらなんかいろいろ言ってたじゃないですか、ジバゴ行った時グラムがどうたらこうたらとか。いやいやいや美味しいですよ、帰りながら帰りながらこれ東京ではみたいな。いや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 、あのそこのジバゴコーヒーの隣ぐらいであるパンケーキ屋さんもすごい朝混んでますよね。すっごい混んでますね、うん、外国人の方がファミリーで結構いらっしゃってて、なんか要は向こうの、はい、なんパンケーキ朝食的なのをちゃんと出してくれるか、うん、ような感じで、うん、とってもいいです。チャタンも素敵なお店あるんですけど、はい、あのローズガーデンっていうのがね、それチャタンですか、チャタンかな、あそこはでもどこに入るんですかね、北中城に入るかな、ちょっとチャタンからまあちょっと離れるんですけど、うん、そこの、トマト天ぷら何屋さんなんですかそれ、もともとアメリカンフード、もうすごい朝も混んでて、うん、それこそやっぱりあの基地の中の外国人さんもたくさん集まってらっしゃいますし、あ、はいはい、もうなんか古き良きアメリカのレストラン、レストランカフェみたいなね、はい、へえ、ライナーっていうんですかね、どんな感じっていうんですか、そうね、ライナー、うん、そこで出てくる、うん、あのいろんな朝食結構いいですよ。トマト天ぷら、トマト、トマトの青切りトマトをスライスした天ぷらがあるんですけど、青いトマトを切ったから青切りっていうことですね。はい、今僕が作ったんですけど、うん、そうですよ、なんか、うん、聞いたことないけど多分そういう意味だったなってあれ青首大根みたいなものがあるのかな、なるほど、そっちそっち、うん、青なんです、あグリーン、まだ熟してないのをうまく天ぷらでしてるんだけど、フライ、トマト天ぷらではないんですよメニューには、うんうんうん、トマトフライ、うん、あー、かなりいいですよ、さっくりして、オニオンリングみたいな感じですか、衣はついてない、あ、これついてるかな、さっくりとした僕が好きなので、うんうん、やっぱり他の皆さんにはお口に合うかどうかわからないですけど、うん、でもフライドグリーントマトってなんか昔映画ありませんでしたっけ、なんか女性のなんかなかった、なんかまあいいや、俺その話で思い出したんですけど、はい、僕最近あの沖縄の、はい、ポーク卵おにぎりのすげえ美味しい店をたまたまこの間、国際通りの方なんですけど、牧市、はい、ポーク卵、松尾にあるポーク卵おにぎり屋さん知ってます、松尾ですか、ポーク卵おにぎり本店っていうのよ名前、あ、知らない、すごい、もうすごい裏路地 で向かいがそれこそパンケーキ屋さんなんですけど、はい、あ、いつもすごい並んでるらしくて、あ、はい、で僕たまたま朝ちょっと、うん、あの仕事で通って、うん、あの買ったら、うん、めちゃくちゃ美味しい、もうあの全部で作りたてなんですよ、で僕が食べたのはナーベラーの天ぷらが入ってて、あの肉味噌と、はい、でふわふわ その卵とポークがちょっと入ってて、ナーベラーってよく、すごい、ものすごい美味しかったです、ね、ナーベラって全国の皆さん分かりますか、ナーベラってだから何ですか、ウリ、ウリ、ヘチマ、ヘチマか、あ、ね、食べれるんですか、あ、全然美味しいですよね、へえ、そこねものすごい美味しかったですよ、あ、通った時あるんですけどまだ食べてないですね、あそこだって食べログ評価 3.57 だって今みたいな、本当だ、あ、結構有名ですよね、ね、うん、
美味しい。あの向かいのパンケーキ屋さんも美味しいらしいですよ。僕の友人が行ってたらしいですけど。僕どっちかというと作れる派なのでポーク卵。ああ。まあそうですよね。作れますよね。なんかあれがあるんですよ。ポークのこの厚み。うん、はい。あの厚みでその美味しさが変わる。確かに。ね。確かに。あんまり分厚くてもダメよね。うん。柔らかいって言うんですか、ちょっと中柔らか外カリがないとね。そうですね、カリカリ、やっぱ微妙ですね。どんどんポーク使うんですか、メーカー。メーカーはポークランチョンミート、うーん、赤い印の、うーん、これがこれとミッドラン、うーん、2種類結構有名だし高い、うん、うーん、高いですよね。高い、確かに確かに確かに。ただあのミッドラのポークランチョンミートの瓶型を作った金城さんという方がいるんですよ。はい。瓶型って普通沖縄の瓶型じゃないですか。はい。そのポークランチョンミートの柄のデザインしたものを作って、それが沖縄のポークランチョンミートの社長が気に入って、はい、でそれを今度オランダ大使館の方が気に入って、え、そこに持ってったんですよ。すごい。それと同じものがチャタンのギャラリープレミアっていうところにあって、うん、買いませんかって言われて、うん、買っちゃいました。おいくらだったんですかそれ。まあはははは。でもその一言、これオランダ大使館と、うん、あ、世界に3つしかないって言われて、オランダ大使館と、はい、その沖縄のポークランチョミントの社長、うん、あ、会社と、チャーリーあなたしか、これ買ったらあなたしかないですよって言われたらもう買うしかないじゃないですか。うわぁすっごい。買うしかないじゃないですか。でも多分それ全員に売ってると思うから。多分シルクスクリーンでね、あの何回も擦れるやつだから瓶型、ね、そうかな、うん、そうそう、型だからやっぱ。じゃあ聞いていただきましょう。川口京子で雨。川口京吾雨に続いて、お聞きいただいたのは雨つながりで、ちょっと紛らわしいんですけど、こちらは、バンド名が雨のパレードで、曲名がチェンジはマインドをお聞きいただきました。ビクトリアさんは最近お芝居のお稽古されているということで、はい、もう公演がそろそろ近いという。そうなんです。はい、なんというはい、お芝居に出られるんですか。インヘリット沖縄という企画プレゼンツの長瀬アイランドっていう作品になっております。東京で脚本家また演出家をされている畠山さんという方の監修のもと今絶賛稽古中なんですけれども、3月29日から31日までの平日3日間の公演となっています。これ、はい、チケットとかはどこで手に入るんでしょうか。チケットですね、お問い合わせを、インヘリット沖縄で検索いただくか、はい、もしくは私アサミビクトリアのフェイスブックがありますので、はい、そちらにあのいいねをしていただいて、はい、お問い合わせていただけます。すごい時代だね。これアサミさん、あのビクトリアさんはどんな役どころで出演されるんですか、はい、今回。ですね、あのバーテンダーの役なんですけれども。そうなんだ。そなんか全然意外ですね。バーテンダーなんだ。シャカシャカです。シャカシャカで、はい、あの瀬長島をモチーフにしたこの長瀬アイランドっていう島の中で、はい、カフェがありまして、うん、そこにこうみんなが集まって、うん、ある作戦を立てるんですけれども。現代劇ですかこれ。現代劇ですね、はい、そのバーでバーテンダーをしながら、うん、
その集まった人それぞれ家族のトラブルだったり問題っていうのがあって、うんうん、やっぱり人が集まるところには必ず問題があるんですけれども、なんだかんだ問題っていうのはその人が、うん、あの解決していく家族の力だったり地域の力だったりっていうのがあるので、そのメッセージをみんなで届けていきたいなと思っています。結構じゃあ出ずっぱりなんですか？出ずっぱり、そうですね、幕が開いてから、もうずっとずっとそこの場面的にはいっぱい出てくるんだ。じゃあそのバーの、そうですね、ビクトリアさんがいるバーに人が集まってきて、はい、そこでこう、そうですそうです、もうワンシーンの中で繰り広げ、だん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 繰り広げられていく舞台ですね。うーん、最後どうなっちゃうんですか？危ない、危ない、危ない、そうそうそうで今回最初の30分間は映画、うん、残り、ね、1時間15分をお芝居っていうコラボレーションの企画となっているので、その辺も注目してもらいたいなと思います。映画と演劇のコラボレーション、そうなんです。面白いですね、はい、結構そのお芝居は長くやってらっしゃるんですか？いえ、もう本当に初心者で、もう稽古中もいっぱいいっぱいご指導いただいてますあ本当にもうあ、なるほどね、次のセリフを分かっちゃってるよねとか、あなるね、なるんですよ ね、 いいよね、どうしてもセリフを覚えてるからこそ、はいはいはい、動きがなかなか自然にできなくて、でもまあ公演までには絶対仕上げてみせます。どれぐらい稽古されるんですかこういうのって？あ、でもこの舞台はだいたい1時間じゃない、1ヶ月半ぐらい、ね、そんなに稽古するんだ。はい、みっちりと毎日ほぼ毎日稽古してます。すごいですねすごいですね、絶対大変だよね、役者の方たちってすごいですよね1ヶ月、うん、セリフを覚えるの大変だよね、うん、セリフを覚えるのとこの関係性をやっぱり作るのが難しかったです ね、恋人だったりお父さんお母さんだったりっていうのが、うんうんうん、でも本当に周りの方がベテランの方がいらっしゃるので、はい、すぐ壁を取っ払ってくれて、あ、はい、ベテランだよね、本当にベテランですね。あ、チャーリーさんも知ってる方が結構出てるんですか？もうこの方々、うん、もう沖縄の演劇の中ではこうもうトップに立たれてる方々が数名参加してますね、はい、この平進先生はあのチュラさんでも出た、うん、あの平富さんの旦那さんで、あ、はい、もう古典も本当にあのそれこそ沖縄方言とかも勉強させてもらってますね。うん、はい、こういった方々とね一緒にできるっていうのもまたとても糧になる、本当にまたとない機会だと思うので、うーん、日々感謝ですね。あのやっぱあれですか、稽古着はジャージみたいなんで行ってんですか、はい、みんなそう、ジャージとかスウェットとかで、スウェットで行って、はい、うん、あへえ、いやー、すごいな、すごいな。それにちょっと関係ないんだけど、これいい紙使ってる、あ、全然関係ないパンフレット、いや、なんかさ、あの役者の人たちのこういうのってなんかすごいやっぱ凝ってこだわって作ってる方多いですよね、うん、だと思いますね、やっぱり、うん、もらった方もやっぱり、あ、なんかすごい改めてもっと頑張ろうって気持ちにもなりますし、自分の名前が載ってるってのもまたね、そうですね、いや、すごいわ、嬉しい、はい、浦添してだこホール小ホールにて3日間、はい、開催されます。29日から、はい、ね、水曜日から金曜日まで、はい、あの毎日公演しているということで、はい、木金は2部公演なんですね、です、2時からと、はい、1時からの、はい、昼と夜の公演があります。昼と夜の公演があるので、はい、ぜひ皆さん、はい、チケットは前売り3000円、当日3300円でも大人子ども同じ一律料金となっておりますので、はい、はい、なんかいいね、300円普通3500円っていう、あ、そうですね、かわいい、とかわいい、なのでなるべくお早めにご予約ください、はい、はい、ということで、ビクトリアさんのお芝居のお知らせをお送りしました。じゃあ続いて聞いていただきましょう、エド・シーラン、シェイプ・オブ・ユー。
エド・シーランでシェイプ・オブ・ユー聞いていただきました。あのメール、今日は収録ですけれどもぜひお送りください、もう一度宛先をお伝えしておきます。 fm792@fm-2台.jp fm792@fm-2台.jp でございます。なんかチャーリーさん何でしたっけ、ブルーシールブルーシールについて語りたいんですか。お、はい、ブルーシール、はい、ブルーシール何が一番好きですか。私ウベが好きですね。渋ウベって何でしたっけ、なんか植物。あ、お芋ですね。紅芋です。紅芋のことウベって言うんだ、はい、似てるもの、はい、あ、美味しいですウベ。あ、僕はあのもうサトウキビがもう何しろ好きで、もう10年ぐらいはずっとサトウキビ食ってるんですよ、うん、あ、そうなんですか。ロングランですよ、あのブルーシールの。確かに。でもこの間、うん、泣き陣までちょっと仕事で向かってる時に高速のあのサービスエリアでブルーシール買ったんですよね、うんうん、そしたらそこにあのブルーシール人気ランキングっていうのがありまして、サトウキビね全然1位じゃなかったですね。1位なんですかね。1位はね、なんか忘れちゃった。今ちょっとチャーリーさんがメニュー表持ってきてくれてたんじゃないんだ。これメニュー表じゃないんだ。何だったっけな、1位は。ブルーシール意外なやつだったっすよ。意外ですか。うん、なんだろう。そう、でも俺は一番あれが美味しいと思うけどな、サトウキビ。サトウキビですか。チャーリーさんは何が好きなんですか。ブルーハワイです。おー、あー、ブルーハワイってどんな味、何を基準、元に作ってるんですか。なんだろう、なんかものすごい人工的なやつ。はい、そうです、ですね。チャーリーさんってさ、すごいこうジャンクなの好きですよね。あ、確かに、確かにそうですね。もうなんていうの、本当にこう欧米食はもうかなり欧米ですよね。あれ、あ、もう一つありますよ。あ、何ですか。何ですか。ミントチョコ、はい、かわいい。あ、美味しいですよね。はい、あと1個、うん、サンフランシスコバニラ、サンフランシスコチップス。え、それ何です、クッキー&みたいな、クリームみたいな、クッキーが入ってるあのバニラの、あ、バナナの味です。あ、結構甘党なんですね、チャーリーさん。あー、ちょっとだからケミカル的なのが好きなんですよ、チャーリーさん。人工甘味料。そうなんかもう思いっきりそうでしょ。そうです、ケミオくんですよ、ケミオくん。ケミオくん、そう、ケミカル大好き、ケミオくんですよ。で3月になると、うん、ぜひ沖縄に来た方、うん、多分3月いっぱいだと思うので、お、酸っぱいマン、あ、なんかこの間さっき言ってたやつね、はい、酸っぱいマンと、まあ、ブルーシールがコラボした、はい、酸っぱいマンって本土にもありますよね。あ、売ってますか。あれ違うんですか、あれ ないのかな。俺結構沖縄来てるから。あ、梅を乾燥させたお菓子ですね。はいはいはい、そうですね。あれ果肉ごと乾燥させて、種はあるんですか、酸っぱいもの。種ありと種なしがあります。うわー、すご。なんで部活とかでこう塩分補給の時とかは種なしを食べたりしてましたね。あー、種ありだと喉に使えそうですもんね。危険です。そうです、あの沖縄マラソンでも配ってましたよね。配ってましたよ。おー、あったあった。何があったんですかそれ。あ、僕嘘つきました、ブルーハワイって。え、ブルーウェーブでした。あ、ブルーウェーブ。ブルーウェーブって何が、何の味なんですか。ブルーウェーブ、ただなんかブルーっぽい。ちょっと見せてください。色説明あ、説明がないんですねこれね。ないです、あの白と、うん、本当にこう綺麗な青の、はい、なんかこうツートンカラーのアイスですね。そうですね、うん、爽やかな。思い出した、あのサービスエリアで一番人気だったのは、はい、塩チンスコーだったと思う。ああ、分かってねえなと思って。じゃあ僕今言おうかなと思ってたんですよ。サトウキビだろっつーの。いや、塩チンスコーは食べようかなと思ったんですよ昨日、うん、はいはいはい。でもこの酸っぱいマンにちょっと、うん、でも新しい発見をしたんですよ。お、このブルーシール、うんうん、ブルーシールアイスも美味しいんですけど、うん、お店から出される、何だと思う。え、クレープですか。違う。なんだろう。水出た、久しぶりにウルトラシー出たな。水、うん、水、うん、水の横に、はい、なんていうの、シロップと
はいはい、レモン の, あのピキって開けるやつがありますよね、うん、あリキッドレモンみたいな、ね、リキッドレモンって、うん、はいはい、あれをこの水に入れて、うん、シェイクして飲んだらもうレモン水めっちゃ美味しい。お金いらないじゃないですか。そうお金いらない。あこのリキッドレモンはブルーシールさんのってことですか。そうかな。まあそこに適当に置いてあった。おお。それ本来はどういう使い方なんですかね。本来はアイスにこうかけてちょっと酸味をこうレモンをかけると美味しくなるみたいな、ね、油淋鶏みたいな感じですか。あだと思うんですけど、油淋鶏、はい、油淋鶏レモン水が一番うまいよっていう。あの アイス食べた後にこのさっぱり感を出すためにもうほんと美味しい。へえ。あの羽田空港内にもブルーシールアイスクリームありますのでぜひ。ああいいですね。沖縄まで来れないよという方は、ね、うん、そこにレモンと水あるか分かりませんがちょっと確かめますわ。こう新しいポイントだなと思って。レモン水あその羽田にもあります。ありますよ。 うん、あれパイの上にアイスが乗ってるやつ。いやそこまで見なかったの。僕とにかくもうサトウキビにしか目がないんで、うん、結構バラエティありますもんね、はい、メニューね結構いっぱいありますね。うん、えすごい。ビクトリアさん何でした。私ウベがすごい好きで、ウベがですねランキングで9位らしいです。ブルーシールの公式サイトだと。ええちなみに1位がチンスコ、2位はブルーウェーブです。ほら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 やっぱだからケミカルなの好きなのよ沖縄の人は。僕は1位ではなくていいんですよ2番でいいんです。いやいや1番取ろうよ1番取ろう、はい、3位は何ですか。3位ですねサンフランシスコミントチョコ。ほらほらほら兄さん来た。すごい美味しそうです。次、4位ですか、はい、4位がですねショコラクッキースワール。あえちなみに、はい、俺の愛するサトウキビビクトリアさんです。何位でした。それがですね出てこない。ブルーシールさんの公式サイトの方には16位までしかランキングが載ってなくて。じゃあそこに入ってないんだ。入ってないんです。さあ俺がもう10年愛してる。ザワーワーザワーワーで、それやっぱさ沖縄の人がサトウキビ愛さないでどうすんのよ。ザワーワーここでブルーシールのアイスの歌作ったら絶対、うんいけるよね。サトウキビのアイスの、サトウキビのアイスの歌。でもブルーシールも16位以内にも入ってないですもんね。そこダメじゃないですか。そしたらブルーシールからオファーが来るかもしれないですよ。底上げのためにもしかしたら。ブルーシール、ブルーシール。アラハビーチの歌も作ったじゃないですか。はい、次ブルーシール。ブルーシール狙い目ですよ。うん、これから。ほら3月に桜、7、8月にブルーシール。ブルーシール。ブルーシール。サンフランシスコ。あの子はサンフランシスコチョコミントっつって聞いてくださいっつって。おーぐで最後にこんなんで終わりたくないけど、もう番組もそろそろで終わっていいですか。なんだサトウキビはランク外みたいな。さあ来週は4月の1日の放送になります。聞いていただいてありがとうございました。また生放送の時、いろいろメッセージ送っていただきたいと思います。それでは、今夜のお相手は浅見ビクトリアとチャリウ、川口京がお送りしました。4月5日リリースになります配信シングル聞いてお別れします。川口京吾幸せでいて。さよなら。さよなら。